はい、今回は、謎メーカーのガシャポン、ガン、っていうタイトルのみの、ちょっと香ばしいモデルです。シルバーの組み立て式以外は、完全無可動キーホルダーで、当たり以外は完全に欲しくないっていう、なかなか脳に仕様ガチャでした。全7種類銃で、当たりは1種類のみ、当たりが入っている割合なんかは、わからないので、10回とか回す覚悟で、臨んだのですが、3回で当たりをつけたのが、ラッキーでした。まずは、それぞれの重量を測っていきましょう。4倍ほどの重量差です。当たりの存在感は圧倒的ですね。キーホルダータイプは、やはり物欲を刺激してくれませんね。お約束の解説シートも、とても簡単なものになっています。そして、本命の、重さが4倍の当たりモデルです。解説シートはキーホルダータイプと、共通で、組み立て方法や使い方の、記載が、ありませんね。コッキングは、なかなか重いので、トリガーを引きながら引っ張るのが、良いですね。組み立て派とても簡単です。キャップ火薬を6個装填できる、マガジンが何だかかっこよいですね。ということで、懐かしの鐘キャップを準備しました。リボルバータイプのに使うものですが、バラバラに切り離して使っていきます。モデルガンのキャップ火薬も、鐘キャップ同様に、株式会社鐘子が作っていますよね。早速、鐘キャップを使って遊んでいきましょう。ただ、ガチャの筐体にも、解説シートにも、キャップ火薬が使えるって、一切書いてなかったんだよな。お、ちゃんと遊べますね。マガジン自体を手動で送る感じですが、一応は一段ずつクリックするポイントがありますね。鐘キャップ、何年ぶりだろうな。とてもとにかく懐かしすぎて、ちょっと嬉しいですね。6発打ち切りました。不発もなく楽しいですね。はい、いかがでしたか？筐体の差し絵の感じとか、出どころがわからない感じなんかが、妙に香ばしすぎて、2週間ほど様子を、伺っていたんですが、ついつい手を出してしまいました。3回で当たったから良かったものの、怪しい雰囲気や外れのヤバさ加減と、言ったら、とてつもなく不安な感じがしましたよ。とはいえ、当たりの組み立て式は、ボリュームもある感じで、久々に鐘キャップ体験も、できたので、満足していますよ。最後までご視聴、ありがとうございます。以上、おしまいです。